こんにちは。RWS ドリブルジック静岡支部の、りょうたこっちです。はい、今回の、YouTube 動画は、今静岡が、雨、今ゲリラ豪雨ですね。まあ梅雨かよくわかんないですけど、ちょっと雨で撮影が作家できないので、まあ、たまには、喋り動画ということで、やらせていただきたいと思います。で、まあ、今回の喋り動画なんですけども、まあスクールでもそうだし、まあ、お父さんお母さんちの、まあ、相談悩みっていうのを、まあ、2個、あるので、それを、まあ、亮太コーチなりに、回答していきたいと思いますので、ぜひね、もし、参考になればと、思いますので、しっかりと、はい、で必ずしも別にこれが、亮太コーチが言っているのが正解ではないので、本当にいろんな人から聞いてみて、それをどんどん吸収してやっていただければ、いいと思うので、まあ、参考までに、しっかりとお願いします。はい、それではどうぞ。はい、そうしましたら、1個目の、質問の回答に対してなんですけれども、まず、まあ、試合でね、練習でやったことやスクールで教わったことが、まあ、できないっていう、まあ、質問に対してなんですけども、まあ、これは、まあ、極論言っちゃえば、まあ、練習が足りないのと、まあ、練習してる時の、まあ、イメージですね、試合をイメージしてやってるかっていうのが多分僕はポイントとなると思うんですよね。はい、で、まあ、試合で使えないっていうのは、まあ、試合でまずやろうとしてるかっていうのもポイントであって、その、まあまあ、ポジションにもよると思うんですけども、その例えば自分のタイミングとかあるじゃないですか、やるタイミングとか。そういうところを意識してやってくれれば、必ず自分の形ってものになるんで、例えばじゃあシュートでも、まあ、ドリブルシザース1回してから小指でスッと出る、まあ、左利きだったら左に出る、右だったら右に出るとかで、そのこの形をまず作っちゃえば、必ずあとはもう反復でやってれば必ずすぐに試合中出ますので、まずはもうチャレンジですね、チャレンジ。うん、どんどんチャレンジして、まあ、10回やって、別に10回失敗しても11回目成功すればいいので、うん、だからもう練習試合とか、まあ、そういうところではもうどんどんやってください。もうそれがもう本当一番試合で使えるという近道ですね。でもうあとは最初も言った通り、練習で、うん、練習でもういかにどんだけ試合をイメージしてやるか、ただなんとなく練習をこなすんだと絶対できないので、しっかりイメージして、やっていただければ絶対に自分の形武器になると思うので、ぜひそこを意識してやってみてください。そうしましたら、2個目の質問に対して回答していきます。はい、そしたら、まあ、2個目の質問ですね。今テロップでも書いてあった通り、雨の日にまあ、練習とか休みになって、まあ、何をしたらいいですかっていう、まあ、質問に対してなんですけれども、まあ、これも極論言えば、まあ、そのチームの練習がなくなって、わーい、オフになったって喜んで、まあ、家でゲームやったりとか、まあ、友達と遊ぶ、うん、でも別にいいんですけど、まあ、でも上手くなりたい子っていうのは、雨でも別に自主練する場所を決めちゃえば、別に家の中でもボール触れるし、絶対に狭いスペースで、うん、ボールタッチの練習も10分15分でもいいし、やらないよりは必ずボールを触った方がいいです。で、まあ、なので、その雨の日だからどうすればいいですかじゃなくて、雨の日でも練習をやった方がいいです。はい、で、そのなんでやった方がいいかっていうと、雨の日じゃあみんなほとんど休みになるじゃないですか。で、休みになったからこそチャンス、うん、みんなやらない、じゃあどこで差がつくか、雨の日じゃん。そうです、そうだよね。そうだから、やっぱそういうところをできる子が必ず差がどんどん開いていくので、雨だからオフワーイじゃなくて、雨だからこそ1時間でもいいんで、まあ、リフティングでもいいし、ボールタッチでもいい、もう全然いいですよ。そういうのシュートとか多分できないと思うんで、そう、もう家の、ね、目の前で別にちょっと寝れたらすぐシャワー浴びればいいんだしね、家帰って、その家できることはとにかくたくさんあります。だから雨とか関係ないです。試合は雨、プロね、やってますよね。うん、そんな言い訳なんですよ。雨だからできない、風邪ひいちゃう、知らないです、それは。体調管理自分でやるのが一流の選手ね。だから、その雨でもとにかく休まず、練習をしてください。そうすれば差はどんどん開きます。やってない子より差は開きます。うん、だから頑張って、やってくればと思います。
そうしましたら、今回の、しゃべり動画の、まあ、2個のね、質問に対して、まあ、りょうたコーチなりに、回答させていただきました。はい、でこれも冒頭にも言った通り、あの別にね全部りょうたコーチの言うことが正しいわけじゃないので、あのそれはあのご了承ください。あの少なからずあのいいなっていうか、まあ、参考になればなっていう回答なので、まあ、ぜひねあの参考にしていただければと思います。はい、であの静岡もね今スクール4校、立ち上がってまして、まあ、いつも通りあのこちらにねあのスクールの詳細を、貼っておきますので、あのぜひ、無料体験会実施してますので、ぜひ来てください。はい、それではまたね来週は晴れれば、違った足ねあのドリブルとかの動画を上げればと思いますので、来週もお待ちください。いつもありがとうございます。